皆様ごごきげんよう高松菜奈でございます皆様3月26日号の「週刊文春」買いましょうこれめちゃくちゃ良かったんですよ。何が良かったかと言いますとですねこちら森友学園でえ自殺した職員の方の遺書が全文公開されています。本当にね泣いてしまいました。 これは、ね、ぜひ皆様にね読んでいただきたいと思いましてあの今日私はですね森友学園で何が起こっていたのかという、まあ、裏側をですね徹底的に解説したいと思いますし、えー、皆様とですね、あのー、この問題考えていければと思いますあのあらかじめお断りしておきますがこれは私個人の意見ですので私の所属する葬式勤務先とは一切関係ございませんのでもしご意見のある方はこの動画のコメント欄にコメントください。 とといいうことで、よろししくお願いします。で今回です、ねえー、森友学園でね、あのー、もう3年前に、ね、発覚したことなのでどうしてね今更と思うかもしれませんが、えー、今回、えーまあ、改ざんをねさせられてしまった近畿財務局の職員の方の奥様がですね国を、そして、えー、佐川さんをですね、えー、提訴しました。でそして、えー 遺書が全文公開されたという今回ですね問題点は森友の大きな問題点ってねいろいろあったんですけども2つあります一つは、えー、土地がですね8億円も国有地が国の土地が8億円も値引きされたということ2つ目は公文書を解散したことこの2つが問題点として挙げられると思います一、はい、つはですねもうお忘れの方もいらっしゃると思うのでご説明するとですね最初にですね まあ籠池さん、まあ、変な夫婦いましたよねこの籠池さんがね結局ねこの夫妻に割とね全部ね責任を押し付けたようなシナリオになってたんですけども確かに籠池さん夫妻も補助金をですね不正に、まあ、1億円近く騙し取っていたと疑いがかけられていましてこれはね大問題です。ですがやっぱり森友学園の本質は栗の土地が8億円も安く売られたと、ね、これどういうことかというともともとねその。 大大阪音楽大学がこの土地を欲しいというふうに言って7億円でで買いますすっって言ったんですよそしたらね国がです「いや7億は安いな9億円で買ってください」って言ったら大阪音楽大学は「いやだったら辞めるか」って言って泣く泣くね辞退したんですよ。そしたらですよ籠池さんがに対しては1億3,000万で売ったんですよ。 これ8億円も値引かれてるとこれおかしいんじゃないかとで一応ね説明としてゴミの撤去費用がそれぐらいかかったというふうに言ってるんですけどもなぜ8億円安くなったのかそのことがわからないとでその後ですよ、えー、安倍総理がですねこれこの、えー、建設予定の学校の名誉校長には安倍昭恵夫人安倍総理の奥様が就任していたということでなぜだと。 野党はですね追及したんですねそしたら、えー、安倍総理はですね、えー、私や妻が、えー、もし関わっていたら総理大臣辞めるという風うに言ったんですよそうしたら野党はですよ、いやそんな証拠すぐつめるだろうって言ってねわーっと追及し始めたんですねでその後ですねあのー、結局、えー、佐川さんというまあ、財務省の、えー、理財局長ですね、えー、当時の理財局長が承認喚問でね あのそこでね嘘をつくとね偽証罪という罪に問われるということであのここでは本音を話さなきゃいけないということでこれはね真実をね聞き出せるんじゃないかとみんなねすごい色めきだったんですけど結局記録は残っていないということでございますと言って全部ね、まあ、そういう言葉で逃げて結局ねここではね何も明らかにならなかったんですよ。でこういうことを佐川さんが言ったと公文書はですね 改ざんそして廃棄されたんですねあのもちろんね行政というのはねたくさんね書類残してるわけですよ細かいねあの、まあ、議事録メモ、えー、そして交渉記録残してるわけですけども、えー、この答弁のあとに亡くなったと。で安倍昭恵夫人そして議員の名前が改ざんされた文書からは消えていたと。 いうことでこの改ざんをさせられていた職員の人の遺書がまあ全部公開されています。あの本当にね衝撃的なものなので少しご紹介したいと思います。佐川理財局長の強硬な国会対応がこれほど社会問題を招き、それにノーを誰も言わない。これが財務省官僚王国。最後は株が尻尾を切られる。なんて世の中だ。手が震える。怖い。命。 ます。で、トカゲのねこう尻尾切りということですけどもどういうことかと言いますとあの、まあ、例えばですよ部活動でその2年生にねよく怒られると1年生が。もうねもう理不尽だし信じられないなとパワハラもあると。でもね実はねそれをや,って、ね、やれって言ったのは3年生だったと。 三年生が二年生に一年生頼んでるからもっといびれよみたいなことを言ってるというときに結局でもなんか先生にそれがバレたときに二年生だけに責任を押し付けると三年生は知らんかとこういうことね言いたいんだと思います実際にですよこの書記にはですねかなり七ページにもわたって書記が残されていたということなんですけども朝日新聞がですねすごい報道を頑張ってたんですよね朝日新聞の報道 えー、これはですね事実、えー、国会を空転させている決裁文書の長所の差し替えということですねで元はすべて佐川理財局長の指示です、えー、局長の指示の内容は野党に資料を示した際、えー、学園に厚遇したと見られる疑いのある箇所はすべて修正するよう指示があったと聞きましたというふうに、えー、書かれていました、えー、森友事案はすべて本省の指示と本省による対応が社会問題を引き起こし 嘘に嘘を塗り重ねるという通常ではありえない対応を本省かっこ・佐川は引き起こしたのですいずれにしても本省が全て責任を負うべき事案ですが最後は逃げて金庫財務局の責任とするのでしょう怖い無責任な組織ですというところで、まあ、この方はですねあのしかもですよこの方は、えー、3月7日ごろ、えー、修正 作業の指示が複数回あり現場として私はこれに相当抵抗しましたということでまあ抵抗したけど結局やってしまったから自分にも罪があるということでまあだんだんねそれがあの自分一人に責任が押し付けられるんじゃないかと思ってあのうつ病になってしまって休職してしまうっていうところまで追い詰められました。で今回ですねこれなんで今出たかというとこの衣装ですねあの愛沢さんという 記者の方がですね相沢さんという方はずっと森友学園の取材をしている方で元の記者の方で,すでまあ NHK を辞めてですねあのー、まあそうですね森友の取材でご自身の中ではやっぱりうまく思わなかったところがあるみたいで辞められてで大阪日日新聞の今は。 記者をされています。で今回文春にまあそのことがあの書かれていますで相澤さんは私もお世話になっていて私去年ですね単独ライブで「森友学園のネタやったんですよ。今更森友やんのかよ」とかって言われたんですけどいやいやもうめちゃくちゃ公文書が改ざんされるとかすごいやっぱりね大事な問題だと思ってあの書きましたで私ね単独ライブ当日パークでねこういう新聞記事みたいなのをねあの配ってるんですよ自分で作って。で この、ね、森友学園ののこことももね書いたんですけどもこの記事はですね相澤さんにちょっと検索してもらったりとかあの取材実感をお話を伺ったりとか、まあ、ネタを作るにあたっていろんな人に話を聞いたり取材をしたりするんですけどもあのいろんな、ね、各社いろんな記者の方に森友のことは割とあの取材させてもらってあの私はネタを作りました。で私自身はあの 森友学園は明らかにねもうストーリーがおかしいからどういうネタかにしたかというとあの小説仕立てにしたんですねで私が編集者という設定で,で新人の作家の子が小説を書いてくるでそのが学園の物語だけどそれは全部森友の話だとで私はそれに対してこんんななのあり得るわけいいいでででししょとと突っ込んでいくというネタでした、はいまあ、例えばですよ教育直後を子どもたちが朗読するそんな学校ありえないでしょというふうにまず言うと。 え土地が値引きされたえ8億もしかもゴミの撤去費用だった何なのそれそんなこと現実に起こりうるなことないわリアリティがないじゃないと言ってで改ざんを命じられた職員の人が自殺したそんなのありえるわけないでしょとしかもなんで遺書が出てこないの普通ここは遺書が出てきて全てき大逆転でしょというふうなまあ 書きをね考えてえ本当に信じられないなと思ったんですけどそれを見に来てくださったですね、えー、オウム真理教の朝、えー、原昌光の、えー、娘さん松本里香さんはですね、えー、もうね本当にね私もね自分のあったことをあの本をねリ香さん出されてるんですけど書こうと思ったけど小説にしようかなと思ったけどいやもう事実がもう小説をね上回ってるとだから事実をそのまま書いいいた方がいいと。 出版社の人に言われたというインスタグラムに上げてくださったんですけどそういうふうに述べてらっしゃってうんやっぱりねもう想像を絶することがね社会で起きてるんだということをね皆様に是非考えていただきたいなと思っています。で今回ご遺族の方が遺書、まあね、なぜこねもうね3年発覚から経って3年経った今こういうふうにこう言っているのかということなんですけども。あの 遺族の、ね、決意として一つ,つはやっぱり主人が亡くなった原因を知りたいというところでずっとね佐川さんに、ね、会いたいとコンタクトの取ってたけど取れなかったというところでもうこういう手段しかなかったというふうに言っていますで2つ目は二度と自殺する職員を産まないでほしいと現場の末端の職員にこういうことを押し付けないでほしいというところ。 そして3つ目はご主人はですね本当は自分の意思で説明したかったことの顛末をだけど病気になってもドクターストップもかかって説明できなかったとだからその意思を受け継ぐんだという3つということなんですね。で今回国と佐川さんに対してですね1億円余りのです、ね、金額を要求したんですけどこれ高いですよねこれはですね奥様がねお金をね1円でも多くむしり取りたいというそういう気持ちではなく。 これですね安い金額にするとじゃあ払えばいいんでしょ払いましただからその原因とか話しませんよってことになってしまうのであえて高い金額にすることによってそこでなかなか払えない金額じゃあそこで何があったのかということを堂々と話すということで原因の追及ができるんじゃないかというふうに考えたということなんですね。で今回に対してですよあの、まあ、安倍首相はですよ改ざんはあってはならないと。 いう風に言っているんですね。で、今後もしっかりと適正に対応していくという風に言っています。えー、皆さんこの言葉に対してどういう風にお思いになるでしょうか。で、あの私もね政治家の方と話して、今後やっていきますと。そういう割りと何も言われないと。でもねよく,よく考えるとね。じゃあ例えば小学校の時に、ね、宿題やってこなかったことで明日はやってきますと。明日はやってきますと。明日はやってきますと言ってねずっと宿題やってこなかった人いるじゃないですか。 その時にね口だけでねこう言うところだとやっぱダメだと思うんですよちゃんとじゃあどういうふうにやっていくんですかとかじゃあおうちできない理由があるのとそしたらじゃあここで学校に残ってやっていくとか、まあ、先生はねそういうふうにねできどうやったらやってくれるかっていうところとかね原因をね考えていくわけじゃないですかただやっていきます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 っていう言葉だけをもね私たちは信じていいのかなというところですよね。はいで 公文書管理がねあのだってね今までもね、まあ、桜を見る会で招待者名簿がシュレッダーで廃棄されたと。で、ね、名簿を出してくださいって言っても黒塗りをねたくさんされたというところあと今回のね例のウイルスの件もですよあのどういうふうに非正休校の過程が決まったのかとかそういうね こう決められた根拠となるものって、私たちに全然届いてないわけですよ。もっとね、議事録を公開したりとか、なぜそういうふうな決断をしたのかということが、あのー、それはね、今大変な中でね、どの敵全部ね、私たちがね、政治に対してね、最適解を求めるってことがね、不可能に近いかもしれないですよ。でもね、そのね、決断のね、記録を残してくれないと、後に生かせないわけですよ。歴史って何で学ぶかっていうとね。 やっぱね、過去と同じ過ちをしないために学ぶわけですよ未来はもっといいものを作るとだからそこの生産はね日本はできてないんですよそれはねその戦争の時からそうですよ戦争でねこう負けるってなった時にどうしたかと霞が関でねこう大量のね公文書をね燃やしたんですよそれはね権力者たちがね戦争責任を免れるためにそういうことをしたんですよこれはね大問題ですよね だってなんで戦争が起きてしまったのかということをね後の時代で検証できないですよだからね記録を残すということそれをね誰もがアクセスできるということこれはね民主主義国家においてめちゃくちゃゃく大事なことですよねあとはですね思ったのは私たちの選挙リテラシーを上げるということですね。例えば A さんと B さんが立候補してますと A さんのこと大っ嫌いですでも B さんも微妙だなって時に選挙に行かないという選択肢を取る人が多いと思うんですよそうじゃなくてもう大っ嫌いな A さんを選ばないためにあえて B さんに入れに行くこれも大事な選挙リテラシーですから、うん、この人にこう当選させたくないって人に入れないということも大事な選択肢です ということで、まあ私たちがですね。あのなかなかね。信頼できない候補者の人がいない。それは私も一緒なんですけども、そういう時にあの黙ってね。こうこういう時選挙行かない人はね。文句言えないと思いますよ。ぜひね。選挙に行っていただきたいなと思います。誰に入れるかはもちろん自由ですけども、あのしっかりと考えていただきたいなと思います。で、あとはね。私は思ったのね。私ね文春ね。大嫌いなんですよ。自分もね。文春法にあったりとかね。不倫のこととかね。ばっかりやってるじゃないですか。 でもね今ね調査報道ってねじっくりね時間かけてねあ,のあることをね調査する報道ですけどもお金がなくてねどんどん新聞社とかもねできなくなってるんですよで週刊誌とかもあのかつてほどやってないとでこれはですね明らかに不倫の方があの数字が取れるからあの売れるからだから不倫にはね大量の記者をつけたりとかねしてるんですよ それはねやっぱり、ね、私は、ね、調査報道でぜひやっていただきたい政治とかも固いテーマでやっていただきたい。でこれは今回皆さんが文春を買うことによってあこういうことってやっぱりあの購買数が伸びるんだということをぜひね思い知らせてほしいんですよ文春に。うん。 盛り上がって、ね、ノンフィクションライターの人とかねフリージャーナリストの人とかにねお金が回るようになって優秀な人材がねどん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 ねあのフリーになってもね食べていける状況にしないとなんかこのメディア状況からするとあの本当にねあの、まあ、本当かは分かんないですけど官邸からのね圧力とかもね、まあ、苦しんでるという報道もねいろんなところで見受けられるので、まあ、いろんな場所でですねあの、まあ政治のこと を言わない方がいいというタブーの文化とかも、やっぱりと覆さなきゃいけないと思うので、調査報道がね。これで盛り上がるといいなと。だから私もね。あのまあ、文春買いましたし、あとね。私できることは何だろうと思ってね。あ そうだこれがあるんじゃないかなと思ったんですけどツイッターでね私文春のアカウントフォローしたんですよ。でねあのだからねこれからねほんにねフォロワー数はね一人しかね影響力ないですけど不倫のことをやったらねフォローを外して政治のことを頑張ってたらねフォローするってことで一、ね、人で、ね、繰り返そうかなと思ってますんで皆さんよろしければ高松菜々がフォローしてる時はその文春をね買った方がいいと思ってねあの私のツイッターで文春をフォローしてるかどうかもチェックしていただければと思います。ということで是非私たちは公文書の管理 そして私自身は選挙リテラシーを上げるということそれで内閣の支持率が下がったら内閣は確実にこれを対処しなきゃということを思い始めるはずなのでそういう、ね、あの説明責任を果たしてもらう上でもそういうことをするってことは非常に大事だと思っていますのでぜひぜひお願いします。ということで以上ありがとうございました。ぜひチャンネル登録高評価お願いします